やっほ、つむぎだよ。ひまりよ。ひまりちゃん、もうすぐ着くかな。そうね、あと少しよ。あと数分で火星に到着するわ。うん、わかったよ。そらちゃん、宇宙には知り合いもいないだろうに心配だな。元気にしてるかな。また泣いてないかな。ふん、ピンピンしてるに決まってるわ。そう、話は昨日の夕方に戻ります。カスカベ家はいつも通りアーシが中心になって夕食の準備をしていました。ここから回想シーンに入るわよ。わーい、わーい、ご飯の時間。ご主人様、ソラも何かお手伝いしますわ。ありがとう、ソラちゃん。そうしたらお箸やお水を用意してもらってもいいかな。はい、ご主人様。まったく、あなた本当にお世話ロボットなの？お世話ロボットがいる場合、普通はロボットの方が食事を作るものよ。主人が暇で優しい人なら少し手伝うこともあるかもしれないけど、あなたの場合完全に逆になってるじゃない。ううう、ひまりさんなんて少しの手伝いすらしてないくせに。なんですって？突然人の家にご飯を食べに来て、ずっとゴロゴロ寝転んでいますわ。私はね、いい幼妻じゃなくていいお魚が買えたからお裾分けに来たのよ。そうしたらつむぎちゃんが一緒に食べようって言うから、ごちそうになることにしたんだわ。いい？私は食材を提供しているの。しかもそこそこ高級なものをね。ごくつぶしのあなたとはわけが違うわ。ソラは役に立ってますわ。ごくつぶしじゃありませんわ。まあまあ、二人とも落ち着いて。人にもロボットにも向き不向きがあるんだよ。きっとソラちゃんは一生懸命お箸を並べてくれるし、ひまりちゃんは美味しそうなお魚を分けてくれるし、アーシは料理するのが好きだし、バランスが取れてると思うよ。ご主人様のお料理は世界一ですわ。と、ふん、私は一人暮らしだからついつい食材が余ってしまいがちなのよ。はいはい、よし、それじゃあ準備できたよ。お母さんも妹ちゃんもいるね。それじゃ食べよっか。こんな美味しそうなヒラメめったに食べられないよ。ひまりちゃん、ありがとう。いいのよ、そんな純粋な目で見られると照れるじゃない。キュッ。それじゃみんなでいただきます。うわん、うわん。そらちゃんどうしたの？そらだけお魚がないです。みんなあるのに空だけないです。え、それは何またアホなこと言ってるのよ。あなたはロボットなんだから人間と同じものが食べられないのは当たり前でしょう。代わりに充電ケーブルとクレ556がお皿によそってあるじゃない。普通はロボットと人間が食事の時間に同じテーブルに座るだけでも変なのよ。文句言わないで。少しでもあなたを家族の一員として扱おうとしているつむぎちゃんの優しさに感謝なさいよ。うわん、うわん、嫌です。みんなと一緒がいいです。そらちゃん、ごめんね。アーシ、そらちゃんの気持ちを分かってあげられなかったよ。アーシのをあげるから許してね。つむぎちゃん、そんなことする必要ありませんわ。むしろ、してはいけませんわ。うわん、わんわんわん。ほら、ポンコツ女、聞きなさい。あなたが魚なんて食べたらどうなると思う？それは人間が電池を飲み込むようなものですわ。つまり、あなたにとって、これは毒なのよ。食べたら壊れてしまうの。曲がりなりにも精密機械なんだから、当然よね。ちゃんと理解して。あなたはロボットらしく、電源ケーブルを挿しときなさい。わかった？ほら、わかったら返事なさい。うぅ。そらちゃん、ひまりちゃんの言う通りだね。ほら、服を脱いで、差し込み口にケーブルを挿してあげるよ。きっと今日の電気も美味しいよ。うぅ。
不安。不安。嫌です。電気なんて食べたくないです。お魚が食べたいです。ご主人様や、みんなと一緒がいいです。わがまま言わないの。いい加減にしなさい。嫌です。嫌です。うわーん。空、お魚食べられるもん。あ、空ちゃん待って。ダメ。ガブリ、むしゃむしゃ。ごっくん。空ちゃん。わーい。わーい。お魚食べられたです。空はロボットだけど、きっと特別性なんです。このバカ。空ちゃん、大丈夫。なんともないの？全然大丈夫で。ウォーホー。ピッピッピ。重大なエラー発生。重大なエラー発生。ガガガガガ。ヒューグルグルグル。プッシュ。ちょっと、大変。すぐにお腹開けるわよ。つむぎちゃん、ドライヤー、じゃなかった。ドライバー持ってきて。うん。取ってくる。それから小一時間。私はこのどうしようもないアホロボットをなんとか修理したわ。ふう、これで多分大丈夫。あとは一晩くらい安静にさせて、様子を見ましょう。ありがとう、ひまりちゃん。うぅ。シクシクシク。ご主人様、ひまりさん、ごめんなさいです。ふ、ごめんで済めば警察はいらないわ。ま、これに懲りたら少しは身の程を知ることね。シクシクシク。ソラちゃん、早く元気になってね。今日は一緒に寝ようね。私ももしもの時のために、泊まってあげるわ。シクシク。ぐすん。シクシク。そうして、その日はそれで終わりました。でも、翌朝起きてみると、さあ大変。ソラちゃんがいなくなっていたのです。どうしよう。どこ行ったんだろう？あれ、これはソラちゃんからのお手紙？なんて書いてあるの？ご主人様、お母様、妹様、ひまりさん。昨晩は私の軽率な行動で皆様に多大なご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございませんでした。私は自分の無能さが心底嫌になりました。私には皆様のような素晴らしい方々と生活を共にする資格はありません。私はこの家を出て行く決断をいたしました。どこへ行くかは聞かないでください。私は現在、日常生活を世話ロボットとして登録されていますが、もともとは宇宙開拓用ロボットとして開発されています。なので、少しなら、空を飛んで地球から飛び出ることもできるのです。地球から飛び出してどこへ行くかは聞かないでください。私の性能で飛んでいける最も遠い星まで行くつもりです。それがどこの星かは聞かないでください。計算だと、火星が限界みたいです。火星も広いですからね。火星のどこに行くつもりかは聞かないでください。Google Mars によると火星の Mars Japan エリア、Mars 福岡県、Mars 福岡市303に大きな自然公園があり、今の季節は火星桜の名所として有名だそうです。せっかく火星に行くのですから、見聞を広げるためにも見ておきたいと思います。それではご主人様、皆様、さようなら。決して行き先を詮索したり、連れ戻しに来たりしないでください。九州空マーク2。大変、ソラちゃんが家出しちゃった。連れ戻しに行かなきゃ。あのデカパイバカ。どれだけ人に迷惑をかければ気が済むのかしら。こうしてアシとひまりちゃんは火星へ向けて飛び立ったのでした。回想シーンを割るわよ。ひまりちゃん、ついてきてくれてありがとうね。ふん、つむぎちゃんを一人で行かせるわけにはいかないでしょう。だってつむぎちゃんは私の大切なお友達なんだから。それに
つむぎちゃんは宇宙専門運転免許も持ってないでしょう。宇宙タクシーや旅客機で火星まで行こうと思ったらお金も時間もすごいかかるし、旅行に不慣れな高校生が一人では現実的に無理だわ。うん、そうだよね。ひまりちゃんの自家用宇宙船に乗せてもらえて本当に助かったよ。ありがとう、ひまりちゃん。いいわよ、最近宇宙もご無沙汰してたし、少し遠出の散歩みたいなものだわ。さ、ワープを繰り返したおかげでもう着陸の時間よ。席についてシートベルトを締めてね、つむぎちゃん。うん、わかったよ。こうしてアシとひまりちゃんはその日のうちに火星へ到着し、家出したソラちゃんを探し始めたのでした。続く。多分